狩りが起こってる時はどうするんだっけ、スタッフさん。そうでしょ。おー、ごめんなさいという気持ちを込めて撫でるんだよ。もうちょっと。もっと来いよ、この野郎。急に言った。アンパンばっかり食べて、デブ猫デカみたいになるよ。もう、外の空気。いや、隣の部屋の空気でも吸ってくるか。